皆さんこんにちは、ショーティーです。最近街中でよくロボットを見かけるようになりまして、例えば私がよく行くコワーキングスペースではこのように巡回するロボットが、飲食店のバーミヤンではこのようにスタッフとして活躍するロボットが、街で活躍するロボットをよく見るようになりました。それでちょっと気になって調べてみたのですが、人間とロボットの共通認識を合わせる概念としてコモングラウンドというのがあることが分かりました。近年カメラやセンサー、 IoT、MaaS のようなものが増えて、3次元空間のデータを入手しやすくなってきた背景があります。これによって人間がテーブルだと認識したものをロボットにもテーブルだと認識させるタグ付けなどの応用が可能になってきました。つまり人間とロボットの共通認識を増やしていく、この人間とロボットの共通認識のことをコモングラウンドと言います。さらにここにデジタルツインという現実空間の情報を仮想空間に同期させて、仮想空間でシミュレーションを行うといった発想が生まれてきています。これによってデジタルツインの仮想空間上で AI ソフトウェアに学習をさせて、その学習によって賢くなった AI ソフトウェアがロボットに搭載されて街中で活躍するといった流れが可能になってきています。このように今後コモングラウンドによって人間とロボットの共通認識が増えていき、デジタルツインによってロボットの頭脳である AI ソフトウェアが高速で学習し、それによって街中で活躍するロボットが増えていくといったリアルとメタバースの融合が進んでいくということが分かります。本日は以上です。ありがとうございました。